よく三国志演義では強力な毒矢がたびたび登場するけど、三国時代にあれだけ凶悪な武器って本当にあったのかな、と疑問に思っている知識不足なゆっくり霊夢です。あとは腕に毒矢を受けた人間の骨を麻酔なしで削り、毒を取り除いたかだの医療とかは現実的にできるのか、とかも興味があるな。麻酔なしの手術とか正気の沙汰じゃないと思う、ビビリなマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは諸葛亮の北伐を防いだこともある義の後進、長州よ。彼は斧が力のみで徐々に出世をし続けて自身の権力を強くしていった苦労人でもあるのよね。下積み経験が長い武将か。楽しみな人物だぜ。さて改めて紹介するのは長州、あざなお慶忠。娘が皇后になって自身が出世したことがきっかけとなりクーデターに参戦することになった、ちょっと変わっている男。彼は一体どういった人物なんだ。長州は武益軍工業圏出身の人物で、貧しい家柄の生まれながら徐々に昇進を続けて長年北方を統治し続けた義の名臣、長期を父に持つ人物よ。長期は北方で揉め事が起きると義の皇帝の宗師から、この問題は長期にしか解決できない、とまで信用されていた人物であり、223年に、長期が病死すると今回の主役で息子の長州が後を継いだみたいね。そして長州は義の皇帝宗英の時代に穏健霊に任命され、その父親譲りの見事な統治術で徐々に名を上げていったみたい。長州の父親の長期は曹操様と宗妃の二人を支え、その長期が病死すると息子の長州が宗英に仕える。親子二代で宗家三代に仕えているぜ。後に蜀の諸葛亮が義を滅ぼすために北伐をしてくると、長州は北方のことについて詳しかったのか諸葛亮軍に対してどのような対処をすればいいのか、を宗英に上奏したことがあったの。故に宗英は自身の右腕である中書令孫氏に、この長州の策はどうか、と質問すると、孫氏は、長州には計りごとの、才能がありますな、と宗英に伝えたの。この言葉を聞いた宗英は長州を召し出して帰隊に任命し、彼を蜀討伐軍のメンバーの一人として戦いに参戦させたようね。帰国のピンチを自身の出世するチャンスに変えたわけか。その後、長州は蜀討伐の軍務を終えても任地先に帰ることはなく中央でお仕事をするようになり尚書郎に任命されることになったの。長州は中央でも見事な仕事さばきを見せ、またもやその功績は義弟宗英の耳にまで届いたようね。宗英は長州のことをかなり有能で、様々な役職にも、対応できるオールマイティな人物だと思っており、ある時に人相占いが得意な人を呼んで長州の顔を占わせたことがあったの。すると占い師は、長州殿の顔立ちで歯に千石は過ぎないでしょう、と述べたの。2000石といえば大使と同等の位を指す言葉であり普通これはすごいことなんだけど、この占いに対して宗英は、これほどの才能がある人物の官位が2000石で終わるなんてありえないな、とこの占いを全く信じなかったんだけども、宗英めっちゃ長州のこと寵愛しているぜ。自分の思い通りの占い結果にならなかったらその占いを丸ごと否定するほどに。その後、長州は自身の才能のおかげかそれとも宗英の寵愛のおかげか東漢大衆に任命されて兵士数千人の管理を任されることになった。長州の性格は度が過ぎるほどの倹約家でありケチと言ってもいいほどであり、自身の権力を周りに見せびらかすほど権力を誇りに思う性格をしていたようね。蜀の武将で例えると義援のような性格をしていたってことかな。まあ自分の地位を誇ることはそんなに悪いことじゃないぜ。しかも長州は自分の才覚でこの地位にまで上り詰めたわけだからな。ただ、そういう人は結構周りの人に嫌われがちだけども。しかし、長州が誇っていた権力は意外なことで失われることになった。252年、長州の娘が義の三代目皇帝である宗法の皇后に任命されると、長州は皇后の父親ということで軍大使の任を解任され中央に呼ばれ、彼は皇禄大夫、徳臣に任命されるなど人によっては大喜びするほどの地位にまで、上り詰めることができた。しかし現場主義者だったのか長州は特にやるべき仕事もなく、
中央にある家でダラダラしている現状にめっちゃイライラしていたんだけども、長州が東韓大主だった頃は良かった。兵士数千人を率いてそれこそ自分の権力を周りに見せつけることができた。しかし今は娘が皇后に任命されて中央で大臣に任命されたのに長州は中央の役人に権力を見せつけることはできない。なぜなら、今中央で権力を握っているのは魏でクーデターを成功させた芝一族。魏の皇帝に力はないので、皇后に父親なのに長州は権力がなく芝一族の陰に隠れて誰でもできるような作業に勤しんでいるぜ。まあでも長州は何も仕事をせずに黙っていられるような人間ではなく、ないところから仕事を探し出してたびたび魏国のために呉や蜀を打つための作戦を上奏していたようだけどね。またある時、魏が呉に攻め込んで大敗をした時に長州は時の大将軍の芝氏に、呉の大将軍諸葛恪は偶然にも辺境の地で我々に勝ちましたが、彼は近いうちに処刑されることでしょう、と伝えたことがあったの。これに対して芝氏が、その根拠は何だと問うと、長州は、諸葛恪の威勢は呉の皇帝孫陽よりも上で主君からも恐れられており、諸葛恪の功績は呉の国中に広がっております。どうしてこのような人物が死なずにいられましょうか、と伝えたの。まあそれから間もなくして諸葛恪は本当に呉国で処刑されたんだけども、この長州の発言ってまんま芝氏にも当てはまらないか、主君よりも権力が上で功績が国中に広がっているっていう。しばしは諸葛恪が処刑されたことを知ると周りの人々に、私は諸葛恪のことをすごい男だと思っていたが、実際はあまたいる普通の人材に過ぎなかったな。実はな、私は前に長州と諸葛恪のことについて議論をし、彼は諸葛恪は絶対に処刑されると伝えてきたことがあるんだ。そして今、諸葛恪は長州の言葉通りに処刑された。長州の知略は諸葛恪より上だというのはこれでもう明らかになったな、と述べたみたいね。これって褒め言葉か。まあでも諸葛恪は知略だけはピカイチの男だったから一応の褒め言葉にはなってんのかな。254年、中書令李邦は芝一族が権力を握っている現状を心よく思っておらず、同郷である長州を誘って芝氏を暗殺して代わりに花崗岩を大将軍にするという計画を立てていたの。李邦は息子が先帝宗英の娘と結婚していたこともあり、皇帝である双方との距離も近くて長州は李邦と同郷ということもあって、彼のことを全く疑わずにこの計画に乗ったみたい。この芝氏暗殺が成功したら長州は病気将軍に任命されることになっていたようなので、このあたりが彼が芝氏暗殺に関わった原因なのかもしれないわね。無論、親子代々魏を支え続けてきたので芝一族の戦王が許せなかったという大前提もあるだろうけどな。長州と李邦は家が近くということもあり、以前から李邦が外出している際にも長州は李邦の家に自分の子供を派遣して常日頃から相談することがたびたびあったの。しかし、後に李邦の芝氏暗殺計画は漏れて李邦は芝氏に逮捕されて処刑され、長州もこの計画に一枚噛んでいたことが、バレて逮捕されちゃったのよ。長州は大将軍暗殺という大罪に加わっていたのにもかかわらず、皇后の父親ということもあって処刑ではなく自害をすることが許されて彼の諸子の多くも処刑されたみたい。現状に全く満足できずに行動を起こし、滅びた男だったぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。皇后の父親になってむしろ不満たらたらな男だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。